大晦日、俺は UFO に連れ去られた。俺はもう一度地球に返してくれるように彼らに説得を試みることにした。しかし、宇宙人である。彼らに言葉は通じない。この戦いは長丁場になりそうだ。とりあえず、メモ帳に記録していこうと思う。翌日、彼ら総出で歓迎パーティーをしてくれたみたい。何が何だか、終始動かないものだけ口に運んだ。その後、確かな記憶はないが、うっすらすごいことになったような。気がついたら、また見知らぬところにいて、とにかく頭が痛かった。その日、短いゲームの時間がこんなにも心に染みるとは思わなかった。てか、帰りたい。この星の住人たちには天敵がいて、これは食物を荒らす獰猛なモンスターらしい。高度な文明を持ちながら、彼らには武器を持つという概念がないようであった。そのため、俺が蹴散らした。それは実家で飼ってる犬くらいのサイズだった。モンスター退治したせいか、英雄視されてるようで、なんだか、この星での生活も悪くないかもしれない。どれくらい経ったか、わからなくなった。みんな!話があるんだ!孤独の境地に達した犬川は、宇宙人と心をシンクロさせ、故郷に帰りたい気持ちを伝えることができた。本当に伝えたいことがあるなら、目を合わせて対話すれば心は通じ合える。犬川はそう気づいたが、地球に着いたと同時に記憶の大部分は薄れて曖昧になってしまった。